皆さんこんにちは、美容室アームの鎌田です。今日は水素を吸って吸入して5日目です。前に手の指が痛くなったのが少し楽になったと言いましたけど、ちょっとまたぶり返してきてる感じです。ただこの手を横にここに上げた場合ね、ここの痛みが少し楽になってきてます。左側ちょっとまだ残ってますけど、それと水素を吸入するとすぐ体が温まるのが温まります。それと同じ姿勢でここに座っている時に腰に鈍痛がありましたけども、その鈍痛が少し軽くなったような気がします。以上です。また報告します。ありがとうございます。